というわけで食欲の秋であります食べ物のお話をという、この本畑中さんの体にいい食べ物はなぜコロコロと変わるのかの中に書いてありましたが、日本人のエネルギー摂取量の平均というのがものすごい勢いで今下がっておりまして、いいですか、敗戦直後の日本人のエネルギー摂取量が、1903キロカロリーで、今のその日本人の人たちって、この敗戦当時のあのタンパク、あのいわゆるエネルギー摂取量らしいよ。だから1900前後らしいよ。少なくなってるってことですか、なんでだろう、なんでそんななったんでしょうか、いやいや、だからやっぱりダイエットとか肥満に対する憎悪みたいなのがすごいあって、なんかそういう意味ではぐんぐん落ちてるらしいよ、ちょっとこの本の意味とこれよくわかんないんですが、落ちているということなんですが、いくらなんでも敗戦直後のそのエネルギー摂取量と同じぐらいというのは極端なような気がするんで、どっかの世代の摂取量かもしれませんね、さあとにかく昨日話しておりました肉の方に目をつけましょうね、日本人が肉食について目覚めたのは幕末。そうですな、日本人がものすごい勢いで肉というものに関して目覚めたのは欧米人との接触からです。でその体格差に日本人が愕然としたという。だからやっぱでっかい厚みと考えるわな、そうです、ね、こいつ何食ってんだっていう、昔からいやアメリカ人は肉食ってるからみたいなこと絶対言ってましたもんね。どこだったっけ、麻布だったっけかな、ロシア人の人が入ってきたんだけど、1m90 近くあったな、大きいですね、でっかいよな、そういう肉体差ってやっぱりつけられると考え込むよな、なんだろうこの差はっていう。で幕末の日本人の平均でございますが、男性155cm から 156cm、 1m55 から56、女子が143センチから145センチの時代でありますから、あの史実に残っている数値でありますが、開国を迫ったペリー、あれ身長が190あったんだって、大きい、これは態度でかく見えるよな何をやっても、この差というのはやっぱり日本人にストレートに何かを考えさせまして、上位など叶うはずはないと、こう負けるぜとこのままじゃ、だから開国しようという、その意味で富国強兵のために彼らがごとき身体体を持たなければ上位は不可能ということで、上位のためにも人間、あの日本人は肉にバーッと傾斜していったという。そんでこれすごいんですよね、これ明治もう5年か6年に牛丼屋ができるんですよね。でこれね、やっぱ日本も必死だったんだろうな。1872年の1月、明治5年、なんと、宮中からのあの報道が全国民に知らせられて、明治天皇が自ら牛肉を食べたっていうのが報道で伝えられたという、でその時に驚くなかれ、牛乳も朝から飲んだっていう、天皇、青年天皇自らが日本人のなんかやっぱり体格を向上させるために自ら徳川時代に禁じられていた牛を食べ、牛の乳を飲んだっていうのは、これはもうマッカーサーと並ぶぐらいの、戦後のあの写真と同じぐらいの衝撃が日本中に広がって、日本人にとって肉は体に良い食べ物という近代史の夜明けがここで訪れたわけであります、で、早くも1896年、明治29年、これ石塚左源でいいのかな、もうこの時にこの世の流れ、せっかく出来上がった世の流れに竿を刺す人がいらっしゃいまして、過剰なタンパク質摂取は日本人の腸を疲労させ、その残滓は腐敗、がんなどを引き起こしやすくなるという反論がもう出てるんですね。明治29年に、5年に肉食開始で、明治29年に反論が、
でこの論争は何の結論もつかずにずーっとそれから今も続いてるという、はい、しかしその中であやふやな科学用語が根拠としてたびたび使用されております。例えば肉は血液を酸化させる、肉ばっか食ってるとなんか血液がだんだんこう酸化するって、で肉は酸性食品なので体に悪いって、ね、あそうなんですね。でこれなるほどと思ったけど嘘なんだって、これ全然あ違うんですか、うん、血液の pH 値は食物によって変動することはないんだって。だからあえあそうなんですね、うん、酸性食品を食べても人の体は 7.4 pH で弱アルカリに保たれるんだって。また酸性アルカリ性食品というが、それが決まるのは体内に吸収された後に決まるんであって、はい、その食べた食物って決定されるんじゃないんだって。まあそれで影響されちゃったら何も食べられなくなっちゃいますもんね。あ時間いっぱいになってしまい、この続きまた明日のマネタの上で。